オルドスの南、陝西省を中心に世界最大の高度高原が広がる。ここに今から70万年前、人類の祖先が生まれ、やがて中華民族が起こった。そして7000年前、黄河文明が花開いた。民族と文明のゆりかごであるこの黄色い大地に、今人々は独特の住まい、ヤオトンを築き、農耕を営む。